はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、マーケティングについてです。マーケティングの本質とは何かについて掘り下げて一緒に考えていければと思っています。マーケティングの本質とは何でしょうかそれでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。 はい。今日のテーマはマーケティングです。皆さんもしマーケティングとは何かと聞かれれば、どのようにお答えになるでしょうか。マーケティングとは改めて考えたときに何でしょうか。マーケティングについてはですね、私の一言の定義が自分では持っているんです。それは何かというと、マーケティングとは顧客から選ばれる理由を作る活動全般。これがマーケティングになります。もう一度繰り返して言っておくと、マーケティングとは顧客から選ばれる理由を作る活動全般。 これがマーケティング。私の考える定義ですね。マーケティングになります。で、えっと、選ばれる理由というのがまあポイントだと思っていて、じゃあ、選ばれるとは何かというと、例えば、端的に言うと、商品とかサービスを買ってもらえる、利用してくれる、あるいは、その手前で言うと、お店に来店してくれたりだとか、ウェブサイトであれば訪問してもらえる、まあ、指名してくれる、こうしたこと、これが選ばれるになります。で、選ばれる理由というのは、別の表現をすると、競合優位性なんですね。 何かしら比較される対象として自社と競合があってその中で秀でたものがあるそれがすごく価値を生んでいるので選ばれるこれが選ばれる理由につながっていきますで視点を今は提供者側の視点だったんですけれども視点をじゃあ顧客側に移すとどのように言えるでしょうか選ぶという行為の主体者は顧客、まあ、消費者とか生活者 B2B であれば取引先の企業ですよね で顧客が選ぶというのはなぜ選ぶかというとそれ選ぼうとしているものが自分にとって何かしらの価値があるからです価値というのは経済的な損得もあれば使っていてうん便利なもの嬉しくなるもの楽しいもの、まあ、こうした機能的なベネフィットでありまたは感情的な定性的なこう気持ちの上でのベネフィットもある、まあ、充実感とか自己実現につながるといったような工事の高い次元のものも含めて何かしらのベネフィットがあるこれが選ばれる理由なんです なので、こう選ばれる理由というのは別の表現をすると、競争優位性、強み、提供する価値、こうしたもの、これを一くくりに選ばれる理由というふうに言っています。で、ここから少し話をさらに展開していきたいと思うんですけれども、ある本を紹介して、そこに書いてあった今の選ばれる理由を作るの、選ばれる理由、これを定量評価する数式があったので、これがすごく興味深いと思ったので、ご紹介させてください。で本のタイトルは、確率思考の戦略論です。 サブタイトルが USJ でも実証された数学マーケティングの力。著者は森岡剛さんです。元 P&G から USJ に転職をされて CMO を務められている。現在はカタナというマーケティングのコンサルティング会社、コンサルティングファームを経営されている方です。森岡さんの方はマーケティング他にも何冊かあるので、どれもすごく面白いですけれども、その中の一冊がこの確率思考の戦略論です。 この本の中に書かれていたある数式をご紹介したいんですね。なぜ紹介するかというと、今日の話、先ほど私のマーケティングの定義が顧客から選ばれる理由を作る活動全般というふうに表現しました。この選ばれる理由を定量的に評価する数式というのがまさに書かれていたので、これがすごく私は特に興味深く思ったのがこの本からでした。で数式というのはアルファベットの M という表記をされていました。 じゃあ M は何で構成されているかというと、まあ、割り算なんですね。最初に式を言っておくと選択数、す、ま、べ、あ、ての選択数割るターゲット顧客の人数になります。分数で言うと分母、の今の公社の分母の方はターゲット顧客の人数ですね。例えばターゲットとなる消費者の人数、これ分の選択された回数、す、ま、べ、あ、ての選択された回数になります。 例えばなんですけれども、じゃあ、あなたの商品、こうプロダクトが、うんま、仮にですけれども、1万人をターゲットにしているとします。でその1万人の中には、ターゲットなので、必ずしも、えーと、あなたの商品とかサービスを選んだ人、選んでいない人、両方含まれるんですけれども、あくまで選ぶ、選んでいない、関わらず、まあ、1万人というのが分母になりますで。そのうち選択された回数ですね、これが、うん、と例えば3000人だとすると、 M というのは1万分の3000になるので0.3になります10分の3ですね。で選択した回数というのはえっと1人が例えば2回選んでいると2というふうにカウントするので重複も含めた延べ選択回数になります。このターゲット人数分の全選択回数この数字をアルファベットの M というふうに表記しているんですけれどもアルファベットの M の数字が大きいほどそのブランドや商品 というのは、より多く選ばれている。M というのを別の表現をすると、一人当たりの選択数ですね。選択された回数、まあ、選ばれた回数なんですけれども、この M が大きいほど、その商品やブランド、プロダクト、サービスというのは強いものになる。これが、えっと、この、ここで言っている、一人当たり選択回数、M の考え方になります。じゃあ、もう少しこの M を掘り下げていきましょうか。で、M をじゃあ増やすためにはどうするかですよね。先ほどの1万分の3000をそのまま使うと、 まず、えっと、最初に考えるべきは分母からです。え分母のうちえ、じゃあ、例えばターゲットの人数が、うん、と1万人だったとして、今現在その時点で1万人の中で自社の商品を選んだ人は2000人だったとします。まあ、そうすると、残りの8000人というのはまだ選んでいない人なんですよね。したがって、そのすでに選んだことのある2000人をどう3000人、4000人、5000人と増やしていくか、ターゲットの中からまあシェアを取るという。 意味になるんですけれども、シェアを増やすために選んでくれる人、選んでくれた人、ターゲットの中からどのように増やしていくか、これが一つのアプローチになります、まあ。間口を広げる、広さを広げていくアプローチ、これが M を増やす一つ目です。でもう一つは分子になるんですけれども、えっと、1人当たりの選択数なので、どれだけそのターゲットの中から選んでくれた人、先ほどの最初の例でいうと2000人になるんですけれども、2000人の中から選ばれる回数を少しでも増やしていく。まあ、平均的に、 今の例を続けると、2000人が3000回選んだので、まあ、1人当たり1.5回ですよね。それを1.6,1.7,1.8,2.0,3,4というように、1人当たりの選択回数を増やしていく。つまり、M の数式で言うと、分子に当たる全選択数になります。延べ選択回数になりますが、これを増やしていくこと。これもアプローチになります。で、この分子を増やす考え方というのは、リピートを増やしていくと同じですよね。1回だけではなくて、2回目、3回目と買ってもらう。あるいは、 1>, 1個だけを買うのではなくて、2個3個とまとめて買ってもらうようなもの。こうした1人当たりの奥行きという表現をしますが、どれだけ1人当たりに選んでもらえるか。新規の顧客で終わらずにリピート、ロイヤルティの高い顧客にこう育てていくか。一緒にうん絆を深めていくような施策。これはブランディングにもつながっていきますが、ここもマーケティングによる、えー、っと役割になっていきます。<laughs> したがって、えっと、M というのを もともと考えていたのは、マーケティングの定義、これは私の定義なんですけれども、顧客から選ばれる理由を作る活動全般、これを定用化するために、すごくいいなと思ったのはこの M でした。ターゲット顧客分の選択数、延べ選択回数ですね。それも大きくは2つあって、どれだけ選ばれてくれる人を増やすか、そしてその人の中でも1人当たりの選択数、リピートを増やすことによって、より多くの回数を延べ選択回数を増やしていくか、この最初の間口と植え木、両方から M を増やしていく。 これがマーケティングの本質的な活動であって、私の定義からもつながるマーケティングの役割かなというふうに考えました。はい。というわけでそろそろクロージングです。今回はマーケティングについてでした。内容はいかがだったでしょうか最後に内容のまとめ、振り返りとして簡単にまとめておきます。私のマーケティングの一言の定義は、顧客から選ばれる理由を作る活動全般。これが一言の定義です。これを数式で表すと、 森岡剛さんの確率思考の戦略論という本にあったんですけれどもアルファベットの MM というのは延べ選択回数割るターゲット顧客の人数ですでこの M からどういうふうに選ばれる理由を作るためのこう選ばれる回数ですね回数を増やすための2つのアプローチがあってまず選んでくれるそもそもの人ボリュームを増やすそして1人当たりの選択回数ですね、まあ、リピートを促すことによって1人1回でも多く 一人が一回でも多く選んでくれる。この理由をマーケティングによって作っていく。これがマーケティングの本質的な活動領域になるのではないかというふうに考えました。皆さんはマーケティングについてどのようにお考えになるでしょうかはい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。 また、チャンネル登録をしてフォローいただけると、新しい配信を逃すことがなくなります。まだの方は、ぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。